すする TV。 ずるずるとすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、歌舞伎町で朝までやっているお店はこちらです。ドン。 JR 新宿駅から徒歩10分くらいのところにあります麺処維新さんにお邪魔してます。こちら維新さんはラーメン好きなら誰でも知ってるであろう篠原さん出身のお店で、営業時間も夜から始まって朝の4時までやっているという歌舞伎町タイムな感じですね。朝までやっているにもかかわらずハイクオリティなラーメンがいただけるということで、早速行きましょう。レッツゴー。さあ、麺処維新さん、注文書です。今回は味玉マダイラーメンをお願いしました。夜はだいぶ涼しくなってきたなと思いながら待ってるだこちらが麺処維新さんの味玉マダイラーメンです。うひょーい。濃厚そうな色のスープの上には大きな鶏チャーシューや海苔もたっぷり。鮮やかなトッピングがいいぞってことで、いただきます。まずはすでにいい香りが漂うスープから。みゅーい。濃厚なタイの旨味をどっぷり味わいながらも、しつこさのない後味が秀逸さを物語っている。見事に美味しさが溶け込んでいて離れてる気がしないね。さあ、続いて全粒粉入りの麺をリフトアップしてすする。マゴー。コシのある平打ち麺と濃厚なスープの辛みは抜群で、香りも含めて全身がうまい。君に会えないからうつむいてるのではなく、ガンガンすすりまくっているからうつむいてるんです。さて、お次に海苔を絡めてすすってみると、やはり海の仲間同士ナイスなマッチング。この広い海原越え、味噌感が伝わってきます。そんなこんなで丁寧な下処理がうかがえるシャキシャキ青菜を食らったり、赤玉ねぎもアクセントとして絡めまくっていた。ここで鶏チャーシューがお出まし。サクッと歯が通るファーストインプレッションに、中はブリンとしたセカンドインパクト。もう全体のクオリティ高すぎですよ。てな感じでもう一枚ブリンと食らったり、残りの海苔も余さずバッチリ食らったら、いい具合に半熟な味玉に笑顔をほころばせながらパクパク食らって、雑炊にしたいなという強い気持ちを抱きつつも、しっかり最後まで濃厚なタイスープを味わって、本日も完食です。大変美味しくすれました。新宿で飲んだ時はもちろん、飲んでなくても足を運びたい素晴らしい一杯でした。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いやー、維新さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。濃厚ながらもそこまでしつこくなく、タイの風味はしっかりと感じられる、すごい美味しい一杯でした。スープはとにかくタイの風味、香りを感じられて、臭みもなくてすごく丁寧に作られているなといった印象で、お腹に余裕があったらね、ご飯を最後入れたくなるような、そんなスープですね。麺は全粒粉入り、平打ち気味の麺で、スープともしっかり絡みつつ、麺自体にもしっかりコシがあって美味しかったです。青菜もすごくシャキシャキだったりと、随所にね、丁寧なこだわりが見られましたね。いや、しかし歌舞伎町で朝までやっているお店で、このハイクオリティなラーメン出してるのは他には多分ないと思うので、すごくいい時代になったものだなと、こうひしひしと感じましたね。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、麺処維新さん、維新麺心やー、うまい。